4番目の色を作成します。カラー選択ボタンをタップして閉じます。1から5マスを塗ります。2から5マスを塗ります。3から5を塗ります。4から5を塗ります。5を塗ります。このようにして5番目の色を選択、カラー選択ボタンをタップして閉じます。1から5マスを塗ります。2から5マスを塗ります。3から5を塗ります。4から5を塗ります。5を塗ります。続いてカラー選択ボタンをタップして6番目の色を選択、カラー選択ボタンをタップして閉じます。1から5、2から5マスを、3から5マス、塗りにくい場合は右から3番目のグリーンの矢印をタップしてフルスクリーンにして塗っていただきます。4から5マス、5マスを塗ります。続いて右から2番目のレイヤーボタンをタップして5の中央の目玉をタップして一旦閉じます。続いて5のレイヤーを選択タップしてレイヤーボタンをタップして閉じます。続いて7番目の色を選択タップしてカラー選択ボタンをタップして閉じます。それでは1から5マスまで、2から5まで、3から5まで、4から5まで、5マス。カラー選択ボタンをタップして8番目の色をタップしてカラー選択ボタンをタップして閉じます。1から5まで、2から5まで、3から5まで、4から5まで、5だけを塗ります。カラー選択ボタンをタップして続いて9番目の色を選択、カラー選択ボタンをタップして閉じます。1から5を塗ります。2から5を塗ります。3から5を塗ります。4から5を塗ります。5を塗ります。それではレイヤーを切り替えたいと思います。右から2番目のレイヤーボタンをタップして
4の中央目玉をタップして一旦閉じます。画像を閉じます。続いて3のレイヤーを選択、タップしてレイヤーボタンをタップして閉じます。それでは10番目の色を選択、タップしてレイヤーボから選択ボタンをタップして閉じます。1から5、2から5を塗ります。3から5を塗ります。4から5を塗ります。5を塗ります。カラー選択ボタンをタップして11の色をタップして、カラー選択ボタンをタップして閉じます。1から5を塗ります。2から5を塗ります。3から5を塗ります。4から5を塗ります。5を塗ります。このようにして色を塗るとき、ムラなく塗れるようにできるだけ指の感覚をつかんでください。12番目の色を選択、タップして閉じます。1から5を塗ります。2から5を塗ります。3から5を塗ります。4から5を塗ります。5を塗ります。それでは右から2番目のレイヤーボタンをタップして、3のレイヤーの画像を一旦閉じたいと思います。続いて2のレイヤーを選択して、レイヤーボタンをタップして閉じます。13の色を選択、タップしてカラー選択ボタンをタップして閉じます。1から5を塗ります。2から5を塗ります。3から5を塗ります。4から5を塗ります。5を塗ります。カラー選択ボタンをタップして、14番目の色を選択、タップして、カラー選択ボタンをタップして閉じます。1から5を塗ります。2から5を塗ります。3から5を塗ります。4から5を塗ります。5を塗ります。カラー選択ボタンをタップして、15番目の色をタップして、カラー選択ボタンをタップして閉じます。
2から5を塗ります。3から5を塗ります。4から5を塗ります。5を塗ります。それでは右から2番目のレイヤーをタップして、2のレイヤー画像を一旦閉じます。続いて1を選択タップして、レイヤーボタンをタップして閉じます。